祈りをしていきます。もう一度続けられてもお祈りします。天のお父様、今日のこの子供礼拝のメッセージの時ありがとうございます。今日主がこの私たちに伝えてくださっている恵みと祝福、御言葉をしっかり一人一人受け取ったことができますように祝福し導いていってください。そのあたり自身が語りに導いていってくださいますようにいたします。感謝します。感謝してこの宮によってお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。ではですね、一箇所聖書を開いていきたいと思います。第一テモテ一章十五節を開いてください。それでは一緒に読んでみたいと思います。せーの。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。もう一度読んでみましょう。せーの。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。はい、じゃあこのですね、罪ということは何だかわかる人、ジョン君。例えば、分かりやすく言うと、はい、殺人罪などそういうのとか。そうですね、そうですね。はい、他に罪だと思うことを思う。はい、はい、ダビ君。せちの悪いこと言う。そう、悪いこと言うこと、悪口言うこと。はい、ダビ君。窃盗罪。窃盗罪。盗むこと。そう、あ、はい、ダビ君。暴力。暴力もそう、みんな。はい、はい、ダビ君。暴行罪、イコール傷害罪。障害者、障害者、なんでもない。はい、そうですね。はい、どういう放火犯。ああ、それもすごい罪ですね。あと、まあ、はい、はい、オレオレ詐欺。あ、違う、ダウンだって言ってた。はい、はい、ありがとうございます。そしたら、お金振り込めそう。はい、ありがとうございます。そしたらですね、罪を犯したことがない人。はい。あ、それは、それは、そう、そうですかね、罪です。いないと思うんですね。で、私たちはこう、みんな嘘をつく、罪を犯してしまうんですけれども、聖書の中に書かれている罪はもう一つ意味があって、的外れという意味もあります。神様に背を向けて、神様を信じないで歩むことは、それをこの罪と聖書では言っています。で、神様はですね、愛の方なんですね。しかしこの愛の方であるとともに聖なる方なんですね。なので私たちに罪があるときに神様はその罪を裁かずにはいられないんですね。しかしその私たちは罪を犯していたれでも、聖書には正しい人は一人もいないって書いてあるんですね。義人は一人もいない、正しい人は一人もいないって聖書に書かれているように、私たちは罪を犯してしまうものなんですけれども、その私たちの罪がですね、裁かれないためにイエス様はこの世に来られて、私たちをこの罪から救い出してくださったんですね。で、一度も罪を犯したことのないイエス様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかってくださって、私たちのこの罪をあがなってくださってですね、その十字架を私たちが信じ、また罪を悔い改めるならば、私たちの罪は神様に全て許されて、清いものとしてくださって、新しいものとして私たちは神様の前にされていくんですね。で、先々週はですね、最後の晩餐のところを学んだと思うんですけれども、その時にですね、イエス様はパンを取って弟子たちに与えました。で、これはあなた方のために与える私の何ですと言ったでしょうか。はい、耳。ブー
ちょっと先だったからダービー、はい、体。そうです、パンを取ってこれは私の体でっと言われました。じゃ次にですね、ブドウ酒ですね、ブドウ酒、この杯をあなた方のために流される、はい、ジョー君が早かったね。だってずっと手を挙げたじゃん。血ですね。はい、はい、血と言われたんですね。でイエス様はですね、イエス様の体の血も私たちに与えてくださったんですね。で、みんなもですね、自分の体と血は大切ですか？大切でしょ。大切ですよね。どんな人だったら与えられますか？自分の体と与えられますか？ね、イエス様はですね、ご自身の体と血を与えるほどに私たち一人一人を深く深くとっても愛してくださっているんですね。でそれを日曜日の聖餐神の時の時に思い出してくださいってイエス様は言われています。で私たち一人一人はですね、神様、イエス様すごく愛されていて、そしてイエス様は全ての人のためにとありますので、例えばとてもすごい罪を犯してしまった人、で牢屋に捕まっているような人たちも愛されているんですね。先週はですね、ゲッセマネのお祈りのところを学んだと思うんですけれども、このあとですね、イエス様は真夜中に捕まってしまって、弟子たちはみんな逃げて一人になってしまったんですね。で夜中に裁判を受けたんですけれども、裁判を受けた裁判を担当したピラトという人がですね、裁判官ですね、裁判をした 人がイエス様のことについて、この人に何も罪を認めないってピラトは言ったんですけれども、群衆たちが十字架につけろ十字架につけろ十字架につけろってその声に押されてしまって負けてしまって、ピラトはイエス様の十字架刑、死刑を言い渡してしまうんですね。そしてイエス様はエルサレムの町の外につけられて十字架にかけられます。そして両手両足に釘を刺されます。で非常に痛い激しい痛みの中にいたんですけど、この中でですね、周りの人たちはイエス様にバカにして罵って悪口を言っていたんですけれども、じゃあもしもですね、みんなが悪いこともしてないのに悪いことをしたものとされてバカにされて罵られたら、その相手のことをどう思いますか？どう相手のことをどう思いますか？ロケラン RPG でデッパ自分何もして悪いことしてないんですよ。どう思うか、ね、でも悪者とされちゃう。自分でもそういう気持ちを考える。すごいね、大人だね。目をつくな、お前。めっちゃ怒るだろ。めっちゃ綺麗、綺麗、綺麗。すげえ、すごいと思う。さっきね、もう、小さな大人がいっぱいいますからね。お前、そうだ、そうだ、そうだ。じゃあですね、この時ですね、イエス様はどうしたんでしょうか？すごい人たちのためにお祈りをした。そうなんですね。彼らを許しください、神様にですね、彼らを許しください、彼らはですね、何をしているのかわからないのです、許してください、自分をバカにする人ね、悪口を言う人にのことに対して神様に許しの取りなしのお祈りをされたんですね。でこのお祈りの聞いてたからでしょうかね、隣に二人つけられて悪い、とても悪いことをして十字架につけられていた人が二人いたんですけど、そのうちの一人ですね、一人がイエス様に言います。あなたが天国にいらっしゃるときはどうか私のことを思い出してくださいってイエス様に言うんですね。イエス様が本当に救い主だ、正しい人なんだっていうのが分かったんでしょうね。でイエス様を信じました。でするとイエス様はですね、あなたは今日私と一緒に天国にいます、天国に行ける約束を隣の十字架にかけられていた罪人、悪いことをした人に天国に行ける約束をしてくださいました。何それ、殺人罪？それは、分からないんですけれども、十字架につけられるほどで最高の最高に
処刑される最もひどい刑だということは刑なんですけれども、でイエス様はですね、全ての人のために十字架にかかってくださったので、このように本当に十字架にかかるほど悪いことをした人のための罪のためにも十字架にかかってくださったんですね。ですから悪いことをした時に悔い改める、神様の前に本当にごめんなさいっていうことはとても大切なんですね。なのでみんなもですね、私たちも悪いことをした時には心からですね、神様の前にごめんなさいっていうのを謝っていきましょう。そしたら神様は全て許してくださいます。ですのでこの悔い改めるっていうことはすごく大切だということですね。でイエス様はですね、私たち一人一人の罪のために十字架にかかってくださいました。で、私たちはですね、イエス様が十字架にかかってくださるほど一人一人は愛されています。大切に思われています。神様はいつも考えてくださっています。そのことをですね、私たちは日々思っていきましょう。それでは、ハレルヤを歌っていきたいと思います。あ、最後にもう一回読むんです。もう一回、聖書箇所、今日の聖書箇所を読んでいきましょう。せーの。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れる、理解するものです。天の父様、今日のこのメッセージの時を感謝します。感謝してその皆によってお祈りをいたします。アーメン。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に今より常しえにありますように。アーメン。